放ちる宵も銀座の柳の下で、ああ今日は君一人君一人会えば行く気分、楽しみやこ恋の都、夢のパラダイスよ花の東京、今朝ハートポッポバカに遅いね。え、ああきっとおじさんとゆうべ遅くまでランデブーしてたからだよ。生意気言ってやろ。痛えなあ、おじさん。もうつまんないこと言うなよ。あらハートポッポまだ行かなかったの。うん、手伸ばしちゃったの。しっかり。しょうがない、ハトポッポね。ねえ、ハトポッポ。寝坊したって。ゆうべまた若原さんと遅くまで話してたんじゃない？あら、うん。そう、本当？わーい、照れてる。じゃあ行ってくるわ。私困っちゃってるのよ、あんたんとこの洗濯屋さんったら。あ、ごめん。だって私のドレス持ってきっぱなしなんだもん。あ、あのピンク色のドレス。うん、こっちは大事な商売道具だわ。大至急本の方に届けるようにあの方にそう言ってちょうだいね。遅れてるんだったらバスで行ったらどう？お金持ってる？
おはようじゃねえ。今何時やと思ってんだい。おあいにくさま。若菜さんもうとっくに配達に出かけちゃったよ。おはよう、こんにちは。いらっしゃいまし。でももう、おあいにくさまです。え？若旦那でしょ。もう出かけちゃいましたよ。まあ、イエーイ、司会したろ。みんなでからかうのね、いいわよ。マキちゃんのドレスどうなってるか気にしたのに。ああ、その方ですか。それはどうも失礼しました。その方なら今若旦那がホールの方へ届けるって出かけましたよ。若ちゃん、昨夜どうして来ましたんだよ。当たり前よ。あんたと付き合ったら篠塚持ってくれるのが関の山だから。なんだって。僕だってご婦人を招待するときは少しぐらい持ってるさ。いつかお電話で足出して青くなった人誰。いや、あのときはよう相変わらず仲良かったね。若原さん、あんたのとこドレス1枚に20巻かかるの。すみません、すっかり遅らせちゃって。謝ることなんかあるかい。学校で洗濯屋の修行してきたんじゃないし。じゃああんたは音楽史という学士号をもらってきたのね。言われやがった。じゃあ、やったわね。本当に来るんだったら早く来てね。何も変わりはないんだけど。あ、覚えてらっしゃい。マキちゃん、相変わらず鼻っ柱が強いね。あれがいいと思う。あれで鼻の中がとっても綺麗なんだぜ。こいつ手放しでのろけてやる。おい、マキちゃん、飲まない。さっきからいろいろごちそうさまね。いらっしゃるのね。またどっか外国をほっき歩いていらっしゃるんだと思ってましたね。ゴルフを教えてくださるって。どうも。ああ、そうでしたっけね。近いうちにぜひ行きましょう。当てにしないで待ってますわ。その代わり今日はモリノのコーヒーを持ってきてあげましたよ。あら、まあ嬉しい。
なさいまし。帰りなさいまし。お帰りなさい。うん。おじさん、お疲れ様。どうだい、たちも。稼ぎあったかい？全然不景気だよ。どうか月給日でなきゃ稼ぎが薄いよ。何よ。二人にお土産買ってきちゃったよ。仲良く食べな。まあ、ありがとう。おじさん、すまねえな。お、おじさん、靴が汚れてるよ。磨いてやっから出しなよ。こいつ、急にお世辞使いやがる。うん。おっと、サンキュー。お土産はいつでもあっちへばかりだな。実際、俺たちは考えさせられるね。ねえ、ハトポッポ。え？今夜、店が閉まってから、いつものところへ来ないか。じゃあ、約束しちゃえ。いいかい？それじゃあ、その間に風呂行ってくれ。どうしたい、ハトポッポ。え？どうもしないわ。とっても幸福なの。いつまでもこのままでいたいわ。だけど人間ってあんまり幸福だとかえって不安になるものね。どうして？幸福が逃げていくような気がする。バカな。僕たちにそんなことがあるもんか。ねえ、もっと立って。よし。橋本さん、私矢野晴美。ええ、例の原稿ね、明日にしてくださらない？お願いしますわ。え、今？今別井さんのホテルに来てんの。あら、そんなんじゃないのよ。仕事仕事で目が回りそうなんですよ。やあ、いらっしゃい。ええ、じゃあ明日午前10時きっかり
ジャースでお会いしましょう。お待たせしましたか。いいえ、でも5分ばかり。あなたはいつもお忙しそうですね。え、もう一つ体が欲しいくらい。私の体をあげたようなもんですね。そんな怠け癖のついた体ダメですわ。これは手厳しい。少しムシムシするようですね。矢野さん、ちょっと来てごらんなさい。何でございます。まあ、可愛らしい。実に微笑ましい風景じゃありませんか。あれを見ているうちに僕まではこうなんだか急に生き生きと蘇るような気になってきました。詩人ね、レディさんは。ハンブルグの公園などでよくああいう可愛らしい恋人たちを見かけましたよ。でも本当に素晴らしいですわね。歌えれば下手な流行歌手に負けませんわ。そうかもしれませんね。ねえ別井さん、私今とても突飛なことを思いついたんですの。でもいくら突飛でも実現の可能性は十分ありますのよ。え、どんなことです。私たち二人の力で今あそこで歌ってる男を一躍素晴らしい人気歌手にしてしまうんですの。なるほど、そいつはそっちだ。いえ、これは実際的な計画ですわ。ですが、一体どんな必要があって。必要なんて言葉、そんな言葉はこの際別井さんらしくないと思いますわ。うずもれた人間を世の中へ出してやることだけでもやりがいのある仕事じゃないんでしょうか。しかも私たちの意思一つで容易に実現できることですわ。しかし、どんな手段で。それは私が引き受けますわ。別井さんと私と、そしてこの突飛なアイディアとが揃えば、あとはジャーナリズムが目をつぶっててもいいようにしてくれますわ。はるみさん、僕も賛成しましょう。私またやりがいのある仕事を見つけましたわ。僕はただこの計画が、あのつつましやかな恋人たちを幸福にするだけで満足しますよ。あ、星が飛んだわ。ねえ、ハトポッポ。何？あのね、もしもし、ちょっと銀座ホテルのもんですが、別井さんって方がぜひあなた方にお目にかかりたいそうで。どう？あなたの考えは。せっかくですけど、僕は歌で飯を食うつもりはありません。そうすげなく言うもんじゃありませんよ。ねえ、あなたの才能をみんなのために役立てることができれば。でも僕は。ものは考えようよ。ねえ若原さん、若原さん、なぜ断るの。素晴らしい出世だと思うけど。黙ってろよ。
ねえ、決して悪いようにしないわ。物事は男らしくやってみるものよ。夢みたいな話ね。私のドレスを選択していた人が本当ね。私このベティちゃんって知ってるのよ。こんなものできない人だと思わなかったわ。でも若原さんには本当に才能があったからだわ。うん、だけどね、ハトポッポ、あんた用心しなくちゃいけないわよ。どうして？この女マネージャーっていうの相当なもんじゃないの？うん、そんな人じゃないわ。そう？でもね、こうなれば若原さんだっていろんな女の人がチヤホヤするわよ。だからハトポッポよっぽどしっかりしなくっちゃ。大丈夫よ、あの人に限って。第一、私たちとは身分が違っちゃうわ。まあ、だけど何でもいいわ。あの人が出世したんだもん。私はそれだけで嬉しいのよ。うん、そりゃそうだろうけど、私いつも思うのよ。この世の中で順序一点倍でいたいんや、そんばっかりする。その点あんたも若原さんもどうかと思うな。やだな、そんな話。ねえ、マキちゃん、ん、そんなことより今夜若原さんのために私たちでお祝いしてあげたいんだけど。お祝い？うん、私とあんたと船橋さんと4人きりで。そうね、私たちのホープ洗濯屋市の門出を祝して、ハトポッポのために。よし、やってあげよう。こんにちは、若原さんは？あ、いらっしゃいまし。でも今日は本当にお会いに来様です。若旦那は今日からこの先の太陽ビルの3階に事務所ができて、ずっとそっちの方にいるはずですよ。そう？は、は、若原一郎の事務所です。は、いいえ、まだレコード1万込んでおりません。は、その予定です。ちょっとちょっと、このスピードケース持っておきます。あ、お願い。あら、どこ行くの？タバコ買いに行くんです。タバコ？タバコならあるわよ。漢字なんて出かけちゃ困るじゃないの。いや、入れますよ。そこんとこ気をつけてね。この辺に置いてくれ。あんたはタバコ屋の娘さんに会いたいんでしょ。現状ね。でもその娘さんの気持ち早く清算しなくちゃダメよ。あんたはこれからいろんな仕事に追い回されるようになるんだから、女の子との付き合いなんかもっと伝達しなくちゃ。遊び相手に私がなってあげてもいいわ。いや、こんにちは。驚いたね、もう事務所が出来上がっちゃうなんて。あ、ご紹介しますわ。若原一郎さん、こちらレコード会社の文芸部の猪丸さん。いや、どうぞよろしく。ここだわ。こちら。あら、いらっしゃい。はるみさん、今度ばかり会わないからよ。一応挨拶ぐらい会っていいもんじゃない？ねえ、彼女置かなくてよ。まるでギャングに襲撃されたみたいね。あの人が若原一郎っての？あの洗濯屋さん、まだ若いんだね。おじさん、今朝の新聞読んだかい？いや、新聞ぐらい読んだ。洗濯屋が出世したって話があったろ。おお、あの流行歌手になったってやつかい？うん、その洗濯屋ってそこの洗濯屋だぜ。そうかい。いつもおいらが靴を磨いてやったんだぜ。一躍町の幸運寺に出世か。
うらやましいな。いい、お待ちどうさま。ねえ、ハトボッポ。え？俺みんなに若原さんの宣伝してやってるんだぜ。はあ？うん。あ、若原さんが来た。え？本当？ハトボッポ、タバコくれよ。はい。あ、ハトボッポのタバコが吸いたかった。おじさん、すっかり売り出しちゃったね。まるで夢のようだよ。おじさん、靴磨いてやるか。はあ。とっても忙しくてね、やっと逃げ出してきたんだよ。これからはもうずっと事務所の方ばかりに出したの？うん、でも毎日ここに来るよ。ハトポッポのタバコを買いにね。さあ、今夜お暇ですの？うん、夕方までには片付いちゃうよ。なぜ？あのね、今夜私のアパートでね、私とマキちゃんと船橋さんと3人で、コロナ禍ですけど、若原さんのお祝いをしようと思いますの。それありがとう。出席してくださる？うん、喜んで出席するぞ。飲める口だとすぐ張り切るのね、あんたは。バカ言え。僕は若原の成功をどんなに喜んでるか。だがね、マジ。うん？僕は考えるんだけど、偶然の今度のチャンスで、若原は本当に幸福になれるかしら。うん。だけど、ハトボッポはとても喜んでる。ダメじゃないの、無断で飛び出したりしちゃう。それからあんたの第一回の吹き込みの打ち合わせ、今夜することになったが、そのつもりでね。今夜？何時頃から？そうね、だいたい8時頃。そいつは困るな。何が困るの？自分のことじゃないの。でも僕は今夜。何言ってんのよ。もう6時だ。だろうと思って二人でもってグズグズしてたのよ、わざと。来てないのか。けしからんやつだな。きっと忙しいんだわ。でももう来ると思うわ。こんなチャンスめったにないから。シャンパン落ちちゃったのよ。まあマキさんと二人で電車来ちゃったんだ。まあそんなこと言うんじゃないの。ごちそうだな。ハトちゃん作ったのかい？ねえ、時に吹っ込みの方の話だけど、何はともあれ、わーっと景気が良くって、おまけにさーっと華やかなものに願いたいね。お願いしますわ。素晴らしい人になるようにね。そして、ガンガン儲けて、当分贅沢のできるようにね。要するに最終の診療を使う。それだけですよ。寝儲けなんか簡単なもんですよ。おっしゃいました。このアパートにお世話がないようでございますけど。遅いわね。
ねえ、ハトポッポ。本当に若原さん来るって言ったの？遅いな。何してんの、ね、よ、この人。僕か。あんた、どうでもいいの？冗談言うなよ。どうでもよくないさ。僕はさっきから腹が減ってしょうがないんじゃないか。だから先一人食べないじゃないの。ねえ。だけど、せっかく今まで待ってたんだから。なんだ、まだ10時ちょっと過ぎじゃないか。もう少し待とうよ。ね、うん、ね。あ、いいですよ。いいですよ、まだ。じゃあ、チビチビやって飲んでよか。ねえ、食べないの？いくら待ったって気がしないわよ。本当にバカにしてるわ。人間ってこうなのよ。自分さえ良くなりゃ昔の馴染みなんて忘れちまうのよ。ねえ、ハトポッポ、純情なんてパイしちまいなさいよ。もう泣くことないわ。私たちがついてるじゃないの。ねえ、ハトポッポ。すみませんけれど、こういうポスターを一枚貼り出してくれませんか。ねえ。何のポスター？若旦那のポスターなんですよ。私たちに当てつけてるみたいね。ハトポッポ行く？私たちの時にはすっぽかしておきながら、よくもこんな空らしい。ねえ、ハトポッポ、
あんたもあんなとこ忘れちまいなさいよ。あんな薄情な男。今夜は本当に正解でございましたね。ええ。しかし鳩子さんはどうして出席してくれなかったんですかね。何か理由でもあるんじゃないですか。いや、きっと店の方でも忙しくって。そうでしょうか。僕はぜひとも今夜あの人のニコニコした顔が見たかったな。ねえ、喜んでいるんでしょうな、もちろん。ええ。ところでお茶でも飲みましょうか。ええ。悪いことはできないよ。え、いえ、そんなんじゃありません。子供の時、僕の近所に住んでた娘なんです。そう苦しい弁解を言わなくてもいいでしょう。え、本当です。姉さん、今夜運動を持ち出してもらうわよ。あら、そんなんじゃないわ。バカね。ただいまから新人歌手若原一郎氏の独唱でございます。曲目はオーロザリータ、オーロザリータ。若原さん、実験したら、人も来なくなっちゃったな。ハトポッポ、寂しいだろ。今度会ったら、おいらがうんと文句言ってやらな。一晩ぐらい僕の自由にしてくれたっていいじゃありませんか。だってあんたは今夜演奏会のテストあるんじゃないの。僕はいつになったら自由になれるんです。
あんたが人気者で亡くなった時。僕は何もこんなとこに来るつもりで。ああ、僕と晴美さんとは違うよ。何もそう障壁を設けなくたっていいじゃないか。でも僕は。いや、実際今には気晴らしを必要とするよ。晴美さん流に仕事仕事じゃ全くやりきれないからね。ねえ若原君、まあもうちょっと待ちたまえ。君のそのしかめっ面を今ににっこりとさせてみせるから。ほら、おいでなすった。こんばんは、どうも。おい、君。こちら何ご覧になってますの？あ、千代ちゃん。まあ、一郎さんでしたの？はあ、バカに嬉しそうだね。じゃあ、ここはよろしく頼んだよ。どこ行くんです？お帰りになるんですか？うん、僕にも一人幼馴染があるんでね。じゃあ。よ。いかがですの？うん。何がおかしいんだよ。だって一郎さんがお酒を飲むなんて考えてみると。それは僕だって大人になれば人並みのことはするさ。でも昔のまんまね、一郎さんは。そうかい。しかしお千代ちゃんすっかり変わっちゃったな。そりゃこんな商売してれば。あの頃の千代ちゃん本当にあどけなかったね。肩揚げのついた着物に黄色い三尺を締めてさ、僕とよく商婚者の祭り行ったっけね。そうそう、それから二人でお化け屋敷に入ったこと覚えてらして。ああ、八幡のやぶしらるだろ。ええ、とても怖かったわ。私初めからおしまいまで一郎さんの手をしっかり握ってましたわ。もう一度あの頃に帰ってみたいわ。しかし、お千代ちゃんが芸者に売られていってしまったときは、僕も悲しかったな。子供心にも、金持ちになったらお千代ちゃんを迎えに行ってやろうなんて考えてた。まあ。お父さん、この頃どう？え、相変わらず弱いんですの。お金ばっかりかかって一向らちが開かないんですわ。それに妹や弟たちのこともあるし、いつまでたっても苦労がついてまいりますのよ。あら、すみません、つまらないお話を聞かせてごめんなさいね。私ね、ひょっとすると一郎さんともこれっきりお目にかからなくなるかもしれませんのよ。どうして？遠いところへ行ってしまいますの。嘘よ、今のは嘘。ひょっと一郎さんを脅かしてみたかったのよ。
ねえねえ、明日も呼んでちょうだい。あたし毎晩でもお会いしたいわ。ねえ、きっとよ。うん、もし来られたらね。いやよ、そんなに言い切らないの嫌。ねえ、私を芸者だと思わないで、昔の千代子だと思ってね。そうですかね。それはいいこと聞いた。いや、じゃあ、よう、若原君。ゆうべは失敬。どうでした、あれから。若原さん、なかなかするのはいけないんですね。聞きましたよ。今日はぜひおごってくださいね。そんなんじゃありませんよ。すぐは向きになるところが千両だな。どうしたの？何かあったの？大有長屋のダイナモンですよ。え、まあ、それゴシップにならない？もちろん、若原一郎ゴシップ中のゴシップですよ。ポポもこの頃もろに元気ないのよ。ねえ、愛してるならなぜもっと積極的にならないの？昔のように元気になって。だってさ、よし、こうなったら私も一肌脱いであげる。可愛いハトポポの恋人を芸者なんかに横取りされてたまるもんか。あいつ近頃僕たちのしっかり忘れているんだ。世間でワイワイ言われてのぼせがっているんだ。そうよ、一つみんなで追い逃げしてやろうじゃないか。それが分かんなかったら僕は殴りつけてやるよ。もう時にはあんたも随分頼もしい時があるのね。実は私そのことであんたを待ったのよ。うん、実際このままじゃハトちゃんかわいそうだ。じゃあ早速若原に会いに行こう。ちょっと、ところが私に作戦があるのよ。どんな？高原さんよりもまずこの芸者の方が問題だと思うわ。きっとよっぽどしてたかもに違いないわよ。そして高原さん、うまく丸め込まれてるんだろうと思うの。だからまずこの芸者と話をつけた方が万事手っ取り早くいくんじゃないかしら。そうだな。ねえ、長橋さん、あんた芸者としたことある？え、そりゃもう、いや、ないない。一度もないさ。何も隠すとこないじゃないですか。ない。あの人はどうしました？今日は見えませんね。あ、マキちゃんですか？急用があって帰るって言ってました。なんか心配事がありそうですよ。おお、あの人に心配事が。あの方なんか気になるわ。新聞社取り消しを要求してください。こんなデタラメな記事あるもんか。新聞ってそんなものよ。何も気にかけることないわ。よし、僕は新聞社行ってくる。あら、ダメよ。実を言うと、これ私たちが新聞社送った記事なのよ。え、あなたの？宣伝にね。流行歌手ならこのくらいのゴシップこれからもちょいちょい必要よ。バカ、僕は何もそんなにまでして宣伝してもらわなくたっていい。
実力だけで人気者になれると思うの？あなたはこれまでになったんだって半分以上は宣伝と世間の物好きのおかげじゃないの？人気は何です？流行歌手は何です？僕はもうこんな生活が嫌になった。昔の僕はもっと自由で幸福だった。それなのに。まあそんなに興奮しなくてもいいじゃないの。それより今夜吹き込みの練習があるのよ。よくって。嫌です。僕はもう歌うのはお断りだ。おい。あ、おじさん。いや。おじさん、よくもここへやってこられたね。え？おいらおじさんなんて大嫌いなんだ。早く帰っておくれよ。年坊、お前までがそんなこと言うのか。当たり前さ、おじさんこそおいらたちを見捨てたくせに、あとここなんか毎日一人で泣いてら。え？それ本当かい？え？ハトボッコの気持ちなんかおじさんには分かんないだろう。僕はハトボッコに会いたくて来たんだよ。もうハトボッコだっておじさんなんと会うもんか。どう？やっぱり気分がいいでしょ。バカ、つまんないことを言うなよ。あら、いらっしゃい。こちら。ええ、どうぞ。あんたは町長姉さんなの？ええ、どうぞよろしく。実はあんたに聞きたいことがあってお呼びしたの。私せっかちだから簡単に言っちゃうわ。若原さんの問題よ。あんた一体どんなつもりであの人を誘惑してるの？あなたのおっしゃる若原さんっていうのは一郎さんのことですの？一郎さんだなんて惚れやすく呼ばないでよ。あの人にはちゃんとこんな可愛い恋人がついてるんですからね。若原さんに恋人があろうとあるまいと、私とあの人とは子供の頃からのお友達です。一郎さんと呼ぼうと何と呼ぼうと構わないと思いますけど。お友達が聞いてあきれるわ。じゃあ今朝の新聞は何しよう。はっきりおっしゃいよ。あんた若原さんの懐を狙ってるんでしょ。え、何ですって？もう一度おっしゃってくださいな。ええ、何度でも言うわよ。あんたはマスちゃん。いいのよ、あとここ。うんと言わしてちょうだい。ねえ、町長さん、あんた若原さん売れっ子になったと思って。マキちゃん、マキちゃん、そう話を荒立てちゃいけないよ。まあここは僕に任せてくれな。実は僕たち若原の親しい友人として、あの男を気遣うのと、そしてあの男を一番大切に思っている、このハトちゃんのためにみんなでこうやってお願いにやってきたんですが、若原を失うことは今のハトポップにとってはこの上もない悲しみなんです。少女さん、分かってくれました。わかりましたわ。悪いございました。でも皆さんで誤解なしてらっしゃるところもございますわ。先ほども新聞のことが出たようですが、あれは新聞があることないこと勝手なことを書き立てたまでのことです。お互いに綺麗な仲ですわ。これだけは信じてくださいましね。
そうですか。じゃああなたは、おっしゃるまでもございません。もう二度とお会い。そうしていただければ。その代わりこちらのお嬢さんとほんのわずか二人っきりにしてお話しさせてくださいませんでしょうか。あの、そりゃダメよ。言うことがあるんだったらみんなの前で言ったらいいじゃないの。一人っきりにしていい加減丸め込むつもりじゃない。ねえマキちゃん、この方の言う通りにしてあげてよ。あんたはそう言うんならそうしてあげるわ。だけどね、ハトポッポ、この人の言うことあんまり信用したらいけないかもしれなくてよ。じゃあ船橋へ行きましょうよ。あ、じゃあ一つよろしくお願い。あっと、あんまりガツガツするもんじゃなくてよ。うん、ねえ、ん、大丈夫かしら。大丈夫だよ、なかなか話の分かったんだ。ご心配かけてすみませんでしたわね。いいえ、ずいぶん元気な方ね。お友達、ええ、こちらいらっしゃいませ。あなたのことなぜハトポッポって言いますの。名前がハトコだからですの。可愛らしいのね。私ね、もう四五日もしたら東京を離れてしまいますの。だからもう何にもご心配ありませんのよ。遠いところですもの。どこいらっしゃるの。九州の小さな温泉場。まあ、なぜそんなところへ。え、住み替えって言っても分かりますかしら。芸者なんてお金一つでどんな寂しいところへだって流れていきますのよ。一郎さんには何も言わずに行きます。ただ千代子がよろしく言っていたとあなたから伝えてくださいましね。一郎さんは優しい方ですわ。決してあなたのことを忘れちゃいません。私遠くの空で一郎さんとあなたの幸福を祈っておりますわ。そんなかわいそうな人だったの。クリームを入れします。だから何もあんな喧嘩腰で物を言わなくたってよかったんだ。だってあの時はしょうがないじゃないの。ねえ、何とかしてあの人を救ってあげることができないもんかしら。そうね。でもやっぱり無理だわ。私たちだって同じ貧乏人なんだ。いや、若原ならできる。あいつの今の境遇ならできないはずはないよ。うん、あれ、若原じゃないか。僕は君たちみんなに詫びに来たんだ。若原、僕たちはこうやって君の帰ってくるのを待っていたんだよ。すまない、ハトポッポ、君も許してくれるかい。私こそ許してもらわなくちゃならないの。私たちあなたを疑って今夜町長さんのところ行ってきましたの。え、じゃあもう歌手を辞めるというんですか。ええ、急にダダをこねて飛び出してしまいましたの。困ってしまいましたわ。やっぱり僕たちが間違っていたのかな。何でもお家の犠牲になって二度と帰らないつもりで見落としてしまうんですって。
ねえ、若原さん、私からお願いするわ。あの人を助けてあげてちょうだい。若原さん、本当よ。あなたならたやすいご用でしょ。君の幼馴染だってじゃないか。なあ、助けてやるよ。ところがもう僕にはその力もないんだ。なぜ。僕は今日限り歌手は辞めたんだ。え、まあどうしてよすんだ。僕は昔通りみんなと同じ生活がしたくなったんだ。バカ、そんな弱音を吹いてどうするんだよ。君は僕たちグループのただ一人の成功者じゃないか。それをよすなんてはなんだ。実際たとえ君がどんな世界にいようと、気持ちさえ僕たちと結びついてればそれでいいじゃないか。そうよ若原さん、なぜそんな意気地のないこと言うの。蝶々さんどうなっても構わないの。ねえ、あの人のためにももう一度歌ってちょうだい。少しばかりだけど私の貯金も出すわ。本当に少しだけど使ってね。そうだ、僕たちはお互いに貧しい人間なんだから、一人が困ってる時はお互いに助けてやるわけじゃ。よし、僕はこの際サクソンなんか取られちゃって。あら、そんなことしてダメよ。私にいくらか寄付してよ。わかった。ありがとう。僕は君たちの言葉で急に元気になった。歌うとも、今度こそ力いっぱい歌ってやる。僕の気まぐれが、かえって君たちを不幸にしたんじゃないかと心配していたんですが。いや、僕は今まで嫌なしに周囲から歌わされていました。けれど、今度は僕の方から町に歌いかけてやります。もしもし、もしもし、猪俣さん。あ、猪俣さん、私、晴美。安心してよ。若原さんまた歌うことになったわよ。ええ、例の東京ラブソディね、早速明日吹き込みしたいわ。ええ、ええ、東京ラブソディ。花咲き花散る宵も、銀座の柳の下で、もつは君一人、君一人、会えばゆくイルム。楽しみやこ、恋の都、やだいすよ、花の東もくれても歌う。ジャズの浅草行けば、恋のドリコの踊り子のほくろさえ忘られぬ。楽しみやこ、恋の都、夢のパラダイスよ、花の都。
ざめく新宿駅のあの子はダンサーかダンサーか気にかかるこの指は楽しみやか